なんやこれ。謎のガバガバ翻訳が早口で喋ってる。やばい。どうすんのこれ。これ自分で編集してるんかな。こいつこの手の仕事めっちゃ早い。あと東大レベルの難関大卒業してるインテリ。まあ業者に編集させたんならもっとマシな日本語になるやろうし本人か。今朝見たけどすごい怪しいインチキ翻訳チャンネルにしか見えなくて。頭おかしなる。適当に翻訳ぶち込んだだけで草。なんやこれ草。なぜ。白心のなぜに笑う。サムネで草。天才やろ。これなりすましちゃうの？そっくりさんちゃうか？あのねで草。日本語なのに全く理解できない。なぜ笑うんだい？彼の日本語は上手だよ。背番号69死亡で草。背番号69却下されたの草。女絡みでトラブったのに懲りてないのが。バウアーの反省してなさそう感。動画の中で筒香と進行あって草。こいつ筒香に刀ポーズの向き指摘されて素直に直したんやろ。ええやつやろ。草。休んでる間に100マイルまで急速伸ばしたの普通にやばない？野球に関してはほんまに真面目やろ。研究熱心やからさすがに成功するんちゃうかと思う。マジで楽しみや。野球に関してはガチガチの理論派やから NPB にどうアプローチしてくるのか。こいつやっぱおもろいな。なんか偉い気合入ってるやん。正直わろたわ。でもやる気は感じる。何を言ってるのかわからないけど熱い気持ちは伝わった。